よし。ファルコンかな。ピザです。ワンエラブレスクルオンノーエバープレスカンプ。あー11月ふふふふ。ピザです。その足が屈強な方は海外勢。マドラッシュマドラッシュ、あー yes yes マドラッシュ、海外勢ですね。結構昔からいるプレイヤーですね。マドラッシュずらしがすごくて、今ちょっと試合を始まってるね。実況してみましょう。さらからず知っていってみますんで。さあ、この組み合わせ、なんか昔アプリ有利って言われてましたが、昔って本当昔ですが、どうなんですか。まあ、いや正直ファルコンが強いですね。なるほど。いや、ファルコンがもう難しいんですよ。うん、まあ、一回投げられたら即死球まで火力を取られるんで難しいんですが、ファルコンがしっかりやってれば、よっぽどじゃない限り投げられない。なるほど。おぉ、何ガキキャン。ステップアップがあるんだ。フレッツゴーターコーデー。おぉ、さあ、ファクリコンゴでネーム締めて、おぉっと戻して、あーっと、これはまあまあストップ交換。ショーやムー、うん、グッドアピール。シャブさんは日本勢ですね。メガネを貼ってマスクつけてる方は、そうですね、いくじゃがシャブさん、横綱勢ですね。メテオで行かせて、ああああ、配信をだいぶ意識しましたね、今のジャンプが。ナイスね。プリン起き上がりの無敵が確かなかったはずなんで、そこら辺の知識適当ですけど、プリンとカービィは確かないんで、あんまり覚えてないんですよね。でも感覚的にプリンはなかったはず。Z は打ってけ、おあそう、これね、この組み合わせハルコンがドリル食らってもなんか適当にずらせばなんか半額とか取れたりするんで。アタックの使い方うまい。おー、あー寿司の方もなかったですが、シャーブさん寿司が光りましたね。アタックに上当てで高度を下げて、It would be King of Fitting for DH to lose。GGZ ってなんだっけ、忘れちゃった。 GGZ？ うん、なんか略したやつというか、なんか、ああ、そうなのあるんですか。なんか略したやつがなんかネットスラングか忘れたけど、そんなのがあって、